皆様お待たせいたしました。それではプログラムを始めたいと思います。セッション3、座談会、エネルギー政策と日本の新しい夜明けです。ここからはモデレーターをお務めいただく自然エネルギー財団トーマス・コーベリエル理事長に進行をお願いしたいと思います。トーマス理事長、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今4名の教授の方々がおります。そしてまたある一定の年齢の方々がご登壇くださっています。お二人の方は日本で生まれた方々であります。そして終日いらした方が2名、そして到着したばかりの方が2名という構成となっております。そして一人はドクターでおられ、もう一人はバイオロジスト、そしてまた生理学の専門家、そしてまた経済学の専門家とそれぞれおられます。本日はエネルギーのビジョンということで日本について語るということであります。そして新しい夜明けということを考えてみたいと思います。うち3名は、このセッションについて分かります。神野先生は今いらしたばっかりなので何も話は聞いていらっしゃらないと思います。で、まあ、進め方としては黒川先生からまずお話をいただきたいと思います。なぜこのように集まっているのか話して、それから鈴木先生の方からビジョンについて語っていただきます。それから神野先生が、最後となります。でその後30分ぐらいディスカッションができるのではないかと思っています。お互いに話し合ったり、あるいは場合によってはこの会場の方からの声をいただくという可能性もあると思います。では早速でありますが、黒川先生お願いいたします。なぜ一堂に会したのかお話しください。このタイトルは素晴らしいと思うんだけど、失敗から学ばない人たちは必ず同じことを繰り返します。私国会事故調のあれをやりましたけども、なんで新しい夜明けってこれ最初に出してくれない？新しい夜明けって過去を振り返らないで新しい夜明けなんてあるわけないじゃないの。チャーチルが言いましたよ。何人いてもね、長い人間の歴史を勉強してない人たちの集まりは単なるバカの集まりだと。何も学んでないんだから。福島から学んだの？皆さん一人一人が何をするのか。あれから福島はこれだけ世界的な大きな事故だったから、たくさんの人が、日本も国内も国外もたくさんのリポートが出、本が出、変なのもあるけどいいのもたくさんある。で今までそういうアカデミックスも言うべきことを言ってなかったじゃない。なぜで、これのそれじゃ2、これはこれが終わった後若い学生さんや高校生も今参加してどんどん作ってるんだけど、英語版これね、僕らのリポートは600ページぐらいありますから誰も読まない。ダイジェスト版作ったって国会の人も読まない。なんで？インコンビニエンツトゥルースだからよ。違う？ジャーナリスト、どれだけの人がインディペンデントやってるの？あなたの社会的な責任は何なの？で、国会事故調は憲政史上初めてだ。まあ海外で呼ばれて言うと初めて、信じられないって言われますよ。あなたたち分かってるの？三権分立っていうことを。だから初めてそれが機能した証拠だったんですよ。それを生かすも殺すもあなたたちが誰を選ぶかですよ。だって三権分立ってそういうことじゃない。最高裁は一票の格差が1対2出して違憲って言わなかったでしょ。3でも違憲って言わなかったでしょ。4過ぎたら弱っと違憲状態って言った程度で、これ三権分立って言うわけ？それはあなたたちがそうやって思い込まされてるだけじゃないの。というわけでこれ素晴らしいですよ。これ日本語版なんだけど、これ英語版に今してますので、ちょっと2でもいい、じゃあ2にしてみましょうか。ワンチャプター6分で16本見るとみんなわかる。素晴らしいよ、この若者たちは。どうぞ。 Was the nuclear accident preventable? TEPCO originally said the...
では一体何が起きたんでしょうか。その東電によるとこれは不測の出来事だったということでありました。こういったようなリスクがある、想定外のリスクだったということを言ってます。これを天災というふうに会社は言っておりますけれども、本当にそうだったんでしょうか。津波だけが原因だったんでしょうか。誰もがこれについて明確に言うことはできませんけれども、じゃあ地震は何の役割も果たさなかったんでしょうか。これはその耐震性を改善するために、これは8億円を使おうというようなプランがありましたけれども、それをやらなかったと。じゃあ東電としてこういったリスクがあるということは気がつかなかったんでしょうか。1974年に最初に建設された時に、この地域で大型の地震あるいは津波が起きるということは認識されておりませんでしたけれども、2000年にはそれが分かっておりました。では東電なりその規制当局はそれに対して何の手も打たなかったんでしょうか。というのもこの原発はこの安全であるというふうに信じ込んでいました。30のこの安全システムがあるということであったので、どんなこの災害があったとしてもそれに耐えられると考えました。ということはこの原子炉も動かし続けたわけであります。でこの30の囲いによりまして、この放射の漏れというものはないだろうと考えておりませんでした。考えてましたので、それに対してその何らかの対策も講じなかったわけであります。実際に2009年にできたこと、これを実際には耐震工事を2016年に延期しておりました。2006年にはもうすでに大きなこの地震あるいは津波が起きうるということが分かってたんですけれども、その安全対策を講じるということを先送りしていたんです。つまり本来であれば、その備えがあればこの福島の事故は避けることができたということは、これは人災であったということが明確であります。そのハンドアウトにありますので、ぜひ今日明日でもいいから見てください。たった3分のチャプターが6つあってみんな分かるようになって、でもし気に入ったらツイッターしてください。でリツイートもしてください。英語版は英語で、皆さん英語できると思うので英語でもツイッターしてね。それからチャイニーズバージョン、フレンチバージョン、ジャーマンバージョンも今のところ作るっていうことを彼らはやってるみたいです。私がやってるわけじゃないですよ。それでなんでこんなことが起こったかっていうのはたくさんの方でも分かってるわけでしょ。でこれが例えばインディペンデントシンクタンクとかジャーナリストとか、政治家とか行政官とか言ってるけど、例えば行政官は民主主義の下ではもともと公僕って言ってたじゃないの。じゃあメディアの人、公僕って字を使って公僕って言葉を使ってこの20年なんか記事書いたことあります？なんで言えないの？そういうふうなマインドセットをクリエイてるなんかがあるんじゃないかっていうのがすごく大事だと思います。さてそこで三権分立もそうだけど、もう一つ福島事故調は全部のセッションはウェブで見れます。英語の導通もあります。でそれでその後の記者会見も全部公開してオンラインで見れるし、これも NAIC ですけど NAIC でも英語の導通も入っているので、新聞記者の質問もどの程度かってみんなに分かるようになってる。でアメリカもそうですけど、今 US のコングレスはナショナルアカデミーに頼んで福島の事故のメカニカル、エンジニアリング、テクニカルなところのインベスティゲーションをしていて、2年間のコミッション、私たち6ヶ月ですけど、向こうは2年間で多分5月か6月にそのリポートが出てきます。そういうプロセスが民主主義の三権分立、お互いの権力を抑え合うということをしているということを、どれだけみんなが自分たちの政府だと思って見てるんですか。だからこの3月11日っていうんで、リチャード・サミュエルっていう MIT の教授で日本の政治学を中曽根さんのことからずっとやってますけど、これは去年出てます。これアマゾンすればすぐ出てきますが、これも福島が事故が起こってから日本が何か変わってくるようなサインがないよね。で海外みんなそう思ってるんですよ。なんだけれども、だ最後にも書いてますけど、どれだけ大きな事故が起これば日本は変わるの、太平洋戦争と同じことしてるじゃないのっていうのがみんなが見てる目なんですよ。皆さんも感じてるけど言わないのよ。組織のリーダーというか責任あるポストの人はなぜ言わないか、それがアカウンタビリティというパーセプションの欠如ですよ。アカウンタビリティって何だと思います？
日本語では説明責任って言うけど、こんなのは詐欺ですよ。アカウンタビリティというのは、ティピカルロストイントランスレーションだって言ってますけど、これは説明責任じゃなくて、自分に与えられたデューティー、社長だったら社長のデューティーがあるでしょう、専務だったらデューティーがあるでしょう、そのデューティーをエクセキュートしてるということなんですよ。してなければどうしてできないの？やるのは自分の責任だから。皆さんと相談してなんていう人が社長になってたり専務だったら悲劇だよね。そのアカウンタビリティがないから責任を取る気構えもないし、起きた時に誰も責任取らないじゃない。会社でもどこでもそうでしょ。あのなんかおじさんが3人か4人並んで申し訳ない、あれで責任取ったと思ってるわけ皆さん。この一人一人がポストにはつきたいくせに、何か起きた時の責任のある責任を取る身構えがあるの？どうやって取るか役所に相談することじゃないですよ。自分自身の覚悟と能力と社会に対する責任、しかもジャパンというところで世界の中の第三の経済大国、科学技術で信用を作ってきたのが日本でしょ。アニメじゃないでしょ日本の信頼は。それなにもかかわらず責任を取るつもりがあるのか。そのくせ社長になりたがったり事務次官になりたがってるのは一体何なのよっていうことを問われたんですよ。だから国会事故調は憲政史上初と言うけれども、世界に向かって日本の生産官、まあメディアもそうだけど業界の鉄のトライアングルのホールボディ CT スキャンを見せたということなんですよ。皆さんそれ分かる？だからそれを見せたんだから、皆さんが一人一人が必ず選挙に行って、まあいい候補いないというかもしれないけど、どんどん行けばね、必ずあなたたちが信頼できるような人が出てきますよ。選挙に行かないということは自分がその政治に参加する機会をなくしてるんだから、行政府としてはその方が都合がいいんだから。だから去年の参議院選挙は、一昨年か、みんな行政府総務省調べてますからね、20代の投票したうちの20代は 7.9% ですよ。20代30代40代50代60代といくと半分は60歳以上ですから、それを見てれば若い人が 7.9% だったら大体 15% ずつディストリビュートするはずなんだけどね、若い人の気持ちを表すような政策するわけないじゃない。そういうこと分かってんの？メディアも分かってんのね？ということを一人一人が考えて行動する時が来たということですよ。よろしくお願いします。先生ありがとうございます。大変素晴らしい説明をしていただいたと思います。なぜここに我々がいるのかということをそれで分かりました。いろんな教訓を学ばなければなりません。ですので将来のエネルギー政策を立案するにあたりまして、福島の事故から学んでいかなければいけないわけであります。ですので他の国々はどういうような経験をしたのか、電力市場がもうすでに競争原理が導入されたとか、あるいは発送電分離がなされたとか、あるいは再エネがより安くなってきて、そして既存の発電所が発電している電力とその競争で優位に立っている、そして例えば北米とかヨーロッパにおきましては電力会社が赤字を垂れ流しているとか、まあそういうようなことをいろいろ午前中から聞いてきたわけであります。ですので日本にとりましてこれは一つのオポチュニティではないかと思うわけであります。ですので、鈴木代表にお願いいたします。 Thank you very much.ありがとうございます。この国際会議に参加することができまして大変光栄に感じております。まあ、いくつかのアイデアにつきまして皆様方と共有することができればと思います。本当に激励された、気持ちがまあウキウキするというような会議になってきたわけであります。ですのでやはり再エネの分野におきまして世界中でどんなことが起きているのかということが分かったわけであります。まあ、黒川先生と同様でありまして、まあ、日本の状況を理解するにあたってやはり歴史を紐解く必要性があるわけであります。ですのでより対極的な見地で
見ていきたいと思います。ただ単に福島の事故とかあるいはエネルギーの政策ということではなく、より、広範囲にちょっと見ていきたいと思います。マレーに駐日マレーシア大使がこんなことを、まあジャパンタイムズで言っているわけであります。で、将来の繁栄のために新たなビジョンを作らなければいけないということであります。ですので彼が言っているのは貿易協定とか観光の促進、そして成長を続けるということであります。でその新しいというものが全くなかったわけであります。ですので繁栄とはどんな意味なんでしょうか。経済というのは繁栄を達成するための道具である、手段であります。しかしながら目標では決してありません。ですので真の意味での繁栄を達成するために、経済、活動は必要なわけであります。しかしながら繁栄といった場合にはどういうような生活をしているのか、健康であるか、教育教養が受けられるかとか、あるいはその家族との絆、あるいは地域社会との絆がどれぐらい強いかということを含めての繁栄ではないかと思います。消費だけではないと思います。新しいものを買って、そして次々と消費するということをしますと、命自体の意味を無視してるんじゃないでしょうか。ですので本当の意味での現実を直視していないと思います。我々はグローバルな危機に直面しているわけであります。ですので人類、ワックス、この命が始まって以来30億年、経っているわけであります。エリザベス・コルバートがこういうような本を書いております。第6回の絶滅 The Sixth Extinction という本を書いているわけでありますけれども、何回にもわたりましていろんな種とか動物が絶滅しているわけであります。ですので今回の絶滅ということになりますと自然の現象ということではなく人類がその絶滅を起こしているわけであります。我々はそのある意味じゃこの惑星のトップに立っているわけであります。トップの捕食動物になっているわけでありますし、そしてそのいろんな種の動物の絶滅を起こしているわけであります。もし蜂など全ての受粉活動をしております虫が消えたのであれば、この地球のエコシステムそれ自体も崩壊するわけであります。人類といたしましてはこの惑星との地球との関係を変えてきたわけであります。私は1936年に生まれたわけであります。その時には20億人しか人口はなかったわけであります。そしてその中でその人口は爆発いたしまして3倍になっているわけであります。ですのでこの70億人の人間といたしましては水を飲んで食事をし衣服を着て、そしてその消費をするわけであります。エコロジカルフットプリントといたしましては巨大なものになってきているわけであります。そして突然技術も与えられたわけであります。ですのでこの技術によりまして地球全体を見ることもできるわけであります。そして海底も探検することができるわけでありますし、山の山頂にもそのいろんな資源を探しに行くことができるわけであります。そしていろんな、貪欲的にいろんなものを消費しているわけであります。日本に来ていろんなものをお土産を買うわけであります。ですので日本ですとどこか行くとお土産を買わなければということになるかと思います。ですのでそしてその消費いたしますとそれはゴミになり、そしてまた放出されるとということになるわけであります。ですので、世界中の人々は、その先進国の企業が売る相手になると、マーケットになるということになるわけであります。ですので我々はあまりにも力を得たわけでありますので、その、バイオスフィアの、特性も変えているわけであります。ですのでダムを作ったり、そして地震の頻度も高めているとか、それから山をその崩して、そして埋め立てたりをしているということになるわけであります。それ鉱山、
を掘って、そして、それから都市を作っているということでありますので、地球それ自体の特徴特性を変えているわけであります。それからさらに科学的に言えば、地球をゴミ箱として使っているわけであります。大気を汚染している、水質汚濁をしているということをしているわけであります。そして生物学的には、その外来種をこの伝播させたり、あるいはその森林を伐採する、あるいは洪水を起こしている、そういうことをしているわけであります。そして、都市を続々と作っているわけであります。ですので科学者たちは、これは 人間中心的な時代というふうに言っているわけであります。ですので地質学的にも一つの、その人間が力になっているということが言えるわけであります。そしてこの問題にを直視しなければいけないわけであります。そのバイオ、我々はバイオスフィアの中で生活をしているわけでありますけれども、その問題を直視しない、それに目をつむっているわけであります。その人間、人類の営みのうち 95% の期間は、放牧をし、狩猟をし、採集をして生活をしたわけであります。そしてその採集狩猟生活をしておりますと、自然の一部である、自然に完全に依存しているわけであります。過去1万年にわたりまして、人類といたしましては農業を始めたわけであります。1900年ですと16億人しかおりませんでした。そして14の都市、これは100万人都市ですけれども、ロンドンが最大のものでありました。東京7番目でありました。150万人の人口がいたわけであります。ほとんどの人々は農村に住んでおりました。ほとんど全員が農業に従事していたからであります。農業に従事していれば、その自然に依存しなければなりません。突然それが変わったわけであります。1900年から2000年に変わったわけであります。その世界人口といたしましては60億まで爆発したわけであります。そして400の都市、これは100万都市になっているわけであります。そして1000万人以上の都市もあるわけであります。アメリカとかカナダとかヨーロッパの人々のほとんどは大都市に住んでいるわけであります。大都市ですと一番この優先されなければいけないのは雇用、仕事ということになるわけであります。ですので、その食事、仕事がなければ資金が得られない、給与が得られない、そしてそれに、その給与で自分が欲しいものを買うわけであります。私が子供の時ですけれども、やはり勤勉じゃなければいけないというふうに教わったわけであります。自分が欲しいものを買うためには仕事をしなければいけない、勤勉に働かなければいけないということになるわけであります。ですので我々消費者として買えるものにつきましては無限なわけであります。ですので、経済は何のため、エコノミーというものは何のためにあるのかということを自問自答しなくなってしまったわけであります。これだけ多くのものが溢れているわけでありますけれども、何のためにということであります。エコノミーこそ、経済こそが一番優先される目標になっているわけであります。私自身こういうような環境の戦いに携わってきているわけであります。ですので、その戦いをしている人々はお互いに話し合っておりません。もう叫び合ってるだけであります。あるこの、伐採をしております、木こりたちのインタビューをしたことがあるわけであります。その環境活動家で、伐採、木材の伐採に反対している人はいないというふうに言ったわけであります。今ただその木こりの一人は、子どもたちはこの、木こりにならないよ、彼らが大人になった時にはもう森林なんかないというふうに言っているわけであります。ですので、車とか家、住宅ローンを返済するために、子どもの教育のために、これだけ多くの木材を伐採して、子どもの時代になればもう森林はなくなるというふうに、こういう木こりたちは思っていたわけであります。あと何分ぐらいあるんですか？Oh, good.大丈夫ですね。共通の言語
を打ち出したいと思います。世界の見方についてこの議論を続けたいと思います。で、自然の原則に基づきまして我々の世界は形づけられているわけであります。例えば物理ということであります。ですので光の速度、光速以上に速く動くロケットを釣ることはできません。ですので、この反重力の機械を作ることもできません。その熱力学の第一、第二原則に反するような機械を作ることはできないわけであります。まあ、それに基づいて生活をしているわけであります。化学でも同じであるわけであります。拡散の率も一定に決まっております。そして反応、そして反応に対する制約、そしていろんな原子の、その分子的なその特性というものは分かっているわけであります。これが化学です。まあ、それで生活をしているわけであります。それに慣れているわけであります。生物でも同じであります。各種におきましては、最大、その不要、数と等数というものは決まっているわけであります。エコシステムが支えられる等数というのは決まってあり、それ以上ということになりますと、その種につきましては、その少なくなるということになるわけであります。では人類にとりまして、このバイオスフィアというのは我々のエコシステムであって、そこでその生活を営まなければならないわけであります。そして我々は生物学的な種ということになるわけであります。例えばカナダで、我々は動物ですよと言いますと、その一部の観客は怒るわけであります。私は決して動物ではない、私は人間だ、いや決して人間も動物の種の一つということになるわけであります。ですので動物として、あなたは動物なんだから、基本的なニーズというものは決まっているわけであります。5分間息を止められる人はいますか？そんなことはできません。我々の肉体によりまして、そのただ単に呼吸を止めることによって自殺はできないわけであります。大気、空気というものは最も重要な要素なわけであります。ですのできれいな空気というものが必須なわけであります。それはもう全員でこの合意できる点だと思うわけであります。ですのでこのバイオスフィアを維持するというのが最も重要な、まあ、人類としていかなければいけないことであるわけであります。ですのできれいな大気、そして飲料水、土壌、食料、エネルギーなどというのが我々として維持しなければいけないことなわけであります。それが生物学の原則の一つということになるわけであります。では他のものは何でしょう？これは自然の法則ではありません。例えば自分の持ち物、自分の町、自分の都市とか県とか国の周りに国境なりボーダーを設置するわけであります。例えばテキサス州でありますと、その家にこう立ち入った人を、銃で殺すこともそれは許可されているわけであります。しかしなら、カナダの空気、日本の空気っていうのはあるんでしょうか？その国境に到達した時にそれは突然アメリカの空気に変わるんでしょうか？それは空気など全然その国境を見ぬふりということになるわけであります。ですので将来大気がどうなるのか、というついてきまして、またこの国境は関係ないわけであります。ですので、まあ、京都議定書以降こうどうするかということにつきまして、いろいろ議論をするための国際会議はされたわけであります。その時に192カ国が参加したわけですけれども、その大気については国境関係なくこれは議論しなければいけないわけであります。それからさらにエコノミー、経済、それから株式会社とか、あるいはマーケットというものは、これは自然の原則に基づいているわけではございません。これは自然の力に基づいて発明された作られたものではございません。我々人類が作ったものであるわけであります。そして少し前までですけれども、ちょっと一昔前ですけれども、人々は火を吹く怪獣とか悪魔を信じていたわけであります。そして彼らに対しまして生贄とか宝石を捧げたという時代もあったわけであります。彼らその怪獣とか悪魔を信じた時もあるわけです。今の人間はそんなことはありません、信じておりません。しかしながら別のものを信じているわけであります。ですのでその悪魔とか怪獣の代わりに経済、
マーケットを信じているわけであります。今日このにおき、ま、この観客の中の人々の中でもそのマーケットが重要だ、マーケットを信じている、経済を信じているという人がいると思います。でそれも変えることができると思います。しかしながら自然の法則を変えることはできません。ですので議論を進めていきたいと思いますが、そして未来について考えるする際に、我々種として人類としての未来を考える際には、その自然の法則に基づいて我々はどういうふうに生活を続けていくのか、そしてバイオスフィアを維持するのかということをぜひ議論していきたいと思います。ですので長期的には持続可能なこの運営、人類の生活ということを考えていきたいと思います。 So we learned why... なぜここにいるのかということを学びました。デビッド先生によってどこに我々が向かっているのか尋ねなくてはいけないということを分かりましたし、根本的な自然の力と人間が作ったもの、人間が作った限界の間は違うのだということが分かりました。場合によっては自分、人間が作ったものでに肯定して考えが狭まってしまっているということも伺いました。それでは神野先生、日本にエネルギーを提供するその方法、自然の力に適合したやり方で、そして日本の経済状況に適合したやり方でということに関してどのようなご意見をお持ちでしょうか、先生。どうぞどうぞ、そのままそこでお話になってください。どうぞ先生。最初にお断りしておきたいんですが、私は網膜剥離を患っております。私の網膜剥離はですね、普通の方であれば、20歳ぐらいで近視が止まるんですけれども、20歳を過ぎても近視が止まらずにですね、どん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 近視がひどくなって網膜に劣行を起こし、そしてついには失明するわけですね。もう曇りガラスから向こうを見ているような状態でしか見えないわけです。それで私は今のご質問についてもそうなんですが、エネルギーの専門家ではありませんので、私が言えることは一つですね、つまり近視眼的な物事の見方をして目先だけの利益を追っていれば待っているのは暗黒だけだってことです。で、私の専門は財政学ですので、エネルギー政策そのもの直接触れることはできません。ただ今の、ご質問問いに間接的にお答えするようなことで言えば、私のやっている財政学は19世紀の末にドイツで誕生した学問です。ちょうど、今経済学の主流派になっている新古典派、ネオクラシカルと言われている学問と同時にドイツで起きました。で財政学の考え方はですね、私たちの市場社会は、経済システム、まあ、市場で運営される経済システムと、それから、社会システム、コミュニティって言った方がいいのかもしれませんが、生活の場である社会システムと、それから政治システム、統治されるものと統治されない、されるものから成り立つ3つから成り立っている、とこういうふうに3つの組織から私たちは構成されているんだと、こういうふうに把握いたします。これは国家、市場、共同体、このトリアーディから成り立っているというふうに理解してもらっても構いません。で同時に、今の主流派の経済学と違うところは、今の主流派の経済学は時間を止めて循環の論理で社会現象を解くのですが、私ども財政学では、生成の論理ですね、どういうふうに発展してきたのか、これは黒川先生も鈴木先生もご指摘になりましたように、歴史が重要だということにつながる発想方法ですね。それで日本のエネルギー政策を振り返って問題を整理してみると、まあ、世界各国 そもそも同じですが、
大きな転換点は1973年の石油ショックですね。でこれ、ま、それまでの、経済は先進諸国では、黄金の30年というふうに言われるように重化学工業化をしていきながら経済成長を成し遂げた経済でした。で同時に社会体制としては福祉国家と言われている体制をとってですね、経済成長と再分配とは両立するんだという考え方になりたによって、動かされていたというふうに言っていいと思います。でこれを支えたのは繰り返すようですが重化学工業による経済成長なわけですね。ところが重化学工業というのは自然資源を多消費する産業ですから、それがですね石油ショック、これは自然資源にいよいよ枯渇状態が現れてきたぞという警告が下されるわけですね。というよりも1973年の前の年に1972年にローマクラブはですね成長の限界という警告をしています。でこの限界はですね再生不能資源、化石燃料のようなですね再生することのできない資源が枯渇するので成長に限界をきたしたんだと、こういうふうに計画したというふうに理解できると思います。でその後、その危機的な状態をどういうふうに、克服したのかというとですね、アメリカのカーター大統領はホワイトハウスの上にソーラーパネルを引いてですね、これからは置いて、これからは化石燃料の時代ではなく再生可能エネルギーの時代だと、こういうふうにそもそも宣言したんですね。でそれを次のレーガン大統領は取り外してですね、いやいや化石燃料の時代ではないけれども再生可能エネルギーの時代でもないんだ、市場に任せれば市場は必ず価格の調整によってですね代替エネルギーを見つけてくれる、つまりある価格が高くなってくれば他の、価格も採算ベースに上がってくるので利用可能になると、こういうふうに主張したわけですね。それで手をつけたのが原発です、原子力発電ですね。で私はちょうどその頃学生時代でしたけれども、私の恩師がいつも言っていたのはこの狭い日本にですねフローの管理、つまり運転していく管理はどうにか目処が立っているけれども、ストックの管理、寿命が尽きたストックの寿命が尽きた時にそれをどうやって解体して処理していくのかっていう見通しもつかないまま10基作るっていうことはもう考えられないと言ってたんですが、もう50基作るっていうような状況に陥ってるわけですね。でその後そういう、こう市場に任せながら経済成長を進めていこうという政策がまた打たれていきます。そうするとですね、何が起こったのかというと、今度はですね、再生不能資源が枯渇するっていう状態を飛び越してですね、再生可能資源、これが再生可能でなくなったっていう状態にたどり着いたというふうに思います。つまり自然というのは自己再生力を持っているわけですが、この自然の自己再生力が失われ始めた、ギリシャ哲学でも、つまり自然の要素というのは土、水、木です、大気ですけれども、さらに火が加わりますが、危険物としての火が加わりますけれども、この再生可能なものがですね再生力を失い始めたっていう時代だと思います。そこで人類は何を言い始めたのかっていうとですね、成長の限界っていう言葉に変えて、持続可能性、サステナビリティ、これ言い始めたわけですね。でこの、私たちの認識っていうのを考えておかないとですね、 まだサステナビリティって言いながら成長、あれ成長の持続可能性だと思ってるところがあってですね、そうじゃないんだってことを私たちは認識しておかなくちゃいけないし、特に日本は
エネルギー政策に限らず、これからの政策を考える上でですね、大きな責任を負っている。で、この責任はですね、どうもに人類日本の歴史とか人類の歴史とかというちっぽけな歴史ではなく、私たちの命を育んでくれたこの水色の惑星とともに歩む歴史の終わり、つまり宇宙史的なですね、責任を、負わなければならないような失態を演じたのではないかというふうに思っております。それでこの、自然の自己再生力が失われ、でこのことはちょっと時間がないので論理が飛躍しますけれども、同時に裏側でもってですね、社会の自己再生力も喪失したっていう時期に入ってきました。でこれはローマ法王が人間の歴史が危機的な状態になると、レールムのバルブ、これは新しき事柄というふうに意味するラテン語ですけれども、これを出します。1991年にヨハネ・パウロ2世がレールムのバルブをお出しになりました。そこでですね、法王は次の2つの危機が私たち人類を襲ってるって言っています。一つはですね、自然環境の危機ですね。これ再生、先ほど言いました自己再生力も失われた。もう一つの危機は人的環境です。人間と人間との絆、結びつき、これすらもですね、今崩壊の危機に来ているんだけれども、人類は今その存在すら気がついていないんだというふうに、警告をされています。で、私たち日本人は東日本大震災を目の前にしてですね、生と死が隣り合わせになるような原体験の中で、2つのことを少なくとも学んだはずです。一つは人間の社会の価値体系、何のためかっていうことを考えるときにですね、人間の社会の価値体系の最上位には人間の命が位置づけられなければならないっていうことですね。もう一つはですね、人間が生きていく上には生きるっていうことを共にしないと生きていけないんだということを学んだはずです。で、生きていくことを共にするということについて言うと2つの次元がありまして、1つはですね、人間と人間が生きることを共にするということと、それからもう1つは生きとし生きる自然と人間が生きることを共にする、この2つの次元でもって生きるということを共にしなければ人間は生きられないのだということを認識したはずなんですね。これは世界に伝えなくちゃいけないんですが、先ほど黒川先生がおっしゃったように、日本人は熱しやすく冷めやすいのとですね、美談が好きなので、なんか美談が起きちゃうとまだ悲惨な状態が続いているにもかかわらず、現場で悲惨なことが起きていないんじゃないかっていう錯覚にとらわれるので、一時期は真剣に誰に強制されたわけでもなく、自ら自発的に今のような2つのことを、気がついたはずですね。それで、私はこれを日本人が作り上げていく、それからこれからのエネルギー政策を考える上で今の2つの経験をもとにすれば、先ほど鈴木先生もおっしゃっていたのですが、私たち人間の社会を、生命のリズム、生きとし生きる自然のリズムの上に置かなければならないというふうに思います。それは今の、すいません、もうやめましょうかすいません、市場原理主義者たちが言っているですね、原理はハーディングの言ったですね、コモンズの悲劇、これコモンズの悲劇はね、共有地の悲劇ではなく、私に言わせるとコモンズの上に人間のコモンズ、助け合うコモンズ、コミュニティが出来上がってない悲劇なんですね。ランクスシェアとかなんて、コミュニティが出来上がっていれば、そのコミュニティは必ず自然をですね、
巧みに管理いたします。で、そう考えていけばコミュニティから、日本人はコミュニティから、自然の顔というのは、私がやっている財政学と同時に誕生したドイツの地政学では、自然というのは地域ごとに違いますから、自然とともにフレンドリーに生きていくということはですね、それぞれの地域ごとに違った生活様式でその自然と最適な物質代謝を演じなくちゃいけないはずです。でそうだとするとですね、コミュニティのところで人間と自然とが巧みに物質代謝をする。でそのことをやるためには人間と人間とのコミュニティが必要であり、そのコミュニティがやっている自発的な協力の限界を地方自治体がやり、地方自治体ができないことを上がやっていきながら、同時にその地域で回る産業経済活動というのはですね、人間と自然との物質代謝です。人間が生きていくために必要なものに自然を変えていくことですから、それぞれの地域の上にその地域で回っていく経済を作り上げる。でそういうことを成し遂げていく日本人はミッションがある。でエネルギーも同じことですね、地域で回すエネルギーから徐々に大きく持っていくということだろうと思います。すいません、長くなりました。 Thank you. ありがとうございました。今先生がおっしゃったことはまさに重要だったと思います。デビッド鈴木さんがおっしゃった、やはり市場というのは、市場を考える際に人はたくさんあるマーケットのデザインの一つに言及しているという話と関連できると思います。で再生可能エネルギーは、持続可能であるためには、再生可能エネルギーは持続可能な形で進められていないというので注意が必要だということを促してくださったと思います。そしておっしゃったことで最も重要なのは、やはり地域社会の役割についての言及だと思います。私どもはマーケットの設計というのは大規模な、集中型の原子炉、そしてまた火力発電所によって構成されているものでした。新しい技術があるということで、再生可能エネルギーを分散化されたシステムで構成することが可能になってまいりました。で本日デンマークの事例も聞きました。彼らがいかにして再生可能エネルギーが 50%、 そしてうち 30% が風力発電であるということでした。でそして個人、そしてまた自治体が投資をし、そしてこういったさまざまな電力源というものが発電されているということであります。これが可能なのもこういった人たちがやはり民主的な経過を通じてさまざまな法規制を変えたりということで、それが実現しているわけであります。デンマーク、ヨーロッパ、そしてまた米国での展開、近年で考えてみますと、日本で大きな影響を及ぼしておりません。日本におきます法規制を見てみますと、電力会社が垂直統合の形を持っております。そして新規の再生可能エネルギーの発電事業者がやはりこの送電線を介してマーケットアクセスが取れない形となっております。なぜそうなんでしょうか。黒川先生、何かご説明いただけませんか。はい、これはすでに書かれていることだと思います。311のノート、いろいろな出版物、いいもの悪いものもたくさん出ました。そしてまた電力が独占的に発電され、そして配電されていたということがあると思います。やはりこのモノポリということになりますといろいろな問題が出てくるわけです。そしてこの原価統括こんなことやってんの、政治の投票、天下り先、産業界もみんな発注の値段は高い、みんな知ってましたよ。言わなかっただけでしょ、もっと言わなくちゃ。だけど一般の人に知らせたってやっぱりメディアの責任もでかいよね。これはそれは何でかっていうと、記者クラブがまだあるとかさ、やっぱり調査しないしさ、所詮は日本の男っていうのはなんかサラリーマンと役人しかいねえのかなっていうような感じだよね。もっとインディペンデントなプロフェッショナルがどれだけいるかっていうことになるんじゃないですか。例えば福島の事故がみんなどうなってるかって世界中が興味を持ってますよ。コンサーンがあるわけね。今世界中で440基のニュークリアプラントがあります。70基作ってます。
でもし何か起こったら日本どうしたのってみんな学びたくてしょうがないんですよ。だから聞いたら分かると思います。じゃ あ, 2004年の12月にアチェの津波があったでしょ。あれ大きなプレートがずれたわけでしょ。だ福島もそうだったじゃない。あのアチェの津波の後のあの後の数ヶ月後に翌年の3月か4月に 8.6 のマグニチュードの地震があったでしょ。それで2002年の2012年の3月にもまたあったですよ、 8.6 のマグニチュードので、福島なんて起こらないと思ってるわけ。少なくとも10年か20年ぐらい見てなくちゃいけないじゃない。その時どうするんですか。日本は地震大国だから世界のマグニチュード5以上の地震は 20% 日本の近海で起こってるってみんな知ってるでしょ。繰り返し言ってなきゃダメじゃないですか。それであそこの何か来た時にあそこからスペントフュエルが漏れ出したら水が漏れ出したらどうするの。じゃあそういう可能性がないと思ってるわけ。じゃあ What if っていうの言ってますか。あそこの人たちにみんなアイオダインを配ってるわけ。どういう時に飲めって言ってるわけ。それがまた想定外だって言いたいわけ。なぜみんな何考えてるの。それを反映するのは選挙でありあなたたちの仕事でありジャーナリストの仕事であり行政官の仕事じゃない。なんで行政官が終わると天下りなんていうのはあの人たち自分たちの上にいると思ってるわけ。だそういうマインドセットがあるじゃないみんな。それを直さない限りやっぱりみんな自分たちの立場で無責任体制だなと。誰も責任を問われない、申し訳ありませんでしたと謝ればいいと思ってるわけですかね。これが世界で見てる日本なんですよ。この間もある国のトップの人が来て私にどうしても会いたいというか来られた。なぜだか分かります。あれだけの事故が起こって日本で何も起こってる気配がないのは一体何なのかと。一国のトップですよ、全く理解できないっていうんでね、いろんな役所の人とかいろんな政治家に聞くんだけど分からない。だから結局私に聞きに行くわけですよ。そういうふうに見られてるということを皆さんどのぐらい意識してますかねということが一番の問題じゃないか。それでフューチャーエナジー決まってるじゃない。これからやれば今言ったようにできるだけディセントラライズでしょ、できるだけリニューアブルでしょ、このローカルにアベラブルのに言うわでしょ、それをプロモートするためにはグリッドフォーメーションでしょ。ソーラーパネルだって日本が作ったんじゃない、オイルショックの時に。でそういうテクノロジーたくさんあるじゃない。アイスランドに行けばみんなジオサーマルじゃない。それみんなメイドインジャパンのものでやってんですよ。それでなんでやらないの。そういう話は国民に届かないようになってるのかもしれない。福島が起こってもそれぞれの利益があるのは分かってるけどさ、あまりにも日本はみんな飼いならされた子羊の群れみたいに世界では思われて、不思議な国ジャパン、ミステリアスジャパンと思われてるでしょうね。多くの政治家はそう思ってますよ。全然わからない。政府に聞いても何言ってるのかさっぱりわからない。日本語だけの問題じゃないなっていうことが分かってきてる。で What if どうします。そのためにはスマートグリッドをついて IT テクノロジーがあってカレントのビジュアライズしてどんどんアプリが出てきますよ。2000年問題覚えてます。2000年にコンピューターがクラッシュするってみんな知ったじゃない。14年前、何も起こらなかったじゃない。あれで WWW が入ってきたおかげでもうどんどんアプリが入ってみんなこれやってんじゃない。30分に1回チャカ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 。なんで iPad が出たでしょう。ジャーナリズムが変わったでしょう。いつだと思います iPad が出たの。ちょうど来月で4年ですよ。4年間でこれだけアクセスが変わってるわけでしょ。どんどんテクノロジーが進むの。グリッド作ればどん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 進みますよ。できない理由を言う前にやってみることです。プロフェッサー・ジーノ、Do you have an explanation why Japan is not able to change? ではどうしてその日本のその電力市場を変えられないかということの説明を何かお持ちでいらっしゃいますでしょうか。今の電力供給体制が出来上がるのは戦争するためなんですね。第二次世界大戦という総力戦と言われている戦争を遂行する過程で出来上がります。これは各国とも同じだというふうに言っていいと思います。ヨーロッパの場合にはですね、総力戦というのは経済力を総動員しなくちゃいけませんので、重化工業を総動員するためにですね、電力どうするかって問題になるわけです。ヨーロッパの多くの国は国有企業にします。これは重化工業をほとんど国有企業にしたというふうに言っていいと思います。で日本の場合にはですね、民営のままコントロールするっていう体制を取ります。つまり統制経済ですね。ヨーロッパの国では飛行機会社も鉄道会社も多くの国が国営企業になるんですが、日本はもともとやっていた国営、鉄道以外はほとんど国営化しません。
その代わり全部統制したんですね。で電力についてもですね、戦時統制がそのまま残って、科学の統制か何か全部残ったままで供給体制統制していますから、この統制体制が何で続いたのかと言われるとなかなか難しいんですが、少なくても高度成長の重化学工業がしていたときには、これがですね、重化学工業のインフラというか共通の費用を極めて低価格でもって供給するために、機能した。でその後重化学工業の時代やない時代に転化しなくちゃいけないという時には転化できなかった。なんで転化できないのかっていうのは難しいんですが、ノーベル経済学賞をもらったですね、サローの本で資本主義の未来という本があるんですが、これは前書きのところでこの本は日本国民の警告だって書いてあるんですね。それは何かっていうとですね、前のルールで、ルールが変わったという事実に最後に気がつくのは前のルールでの勝利者だって書いてあるんです。つまり日本は確かに第二次世界大戦後の重化学工業で優等生だったんだけど、もう時代は変わって重化学工業じゃない新しいソフトな産業の方に変えていかなくちゃいけない時代に、依然としてですね、前のルールにしがみついている。でそれは前のルールでの勝利者だからだというふうに警告してるんだから、どうもそういうことしか説明できないかなと思います。それは学んでないってことじゃないの？要するにアカデミックスは何してるの？学んでないっていうのは独立して発言してますか？学生にそういうことを教えてるかって、こういうことでしょうね。やっぱり東京大学は日本を代表する大学の頂点だと思われてるから、そこの先生はもっと社会にどんどん言わないと。だから私は東大総長機関説って随分言ってるんですよ。東大総長だとみんな新聞書くから。例えば全ての仕組みがそうですね。例えば為替制度というのは当時、重化学工業の時代には固定為替相場制度でした。したがってですね、賃金コストを低くして国際競争力を高めていくとですね、そうすると普通に考えれば賃金低めたんだから需要も減るじゃないと、こういうふうに考えるはずなんですが、伸びた。それなぜか、輸出が伸びたからですね。で輸出が伸びるとですね、その部分輸出が伸びますから利益が上がる。で利益が上がるとその一部を、日本の場合には、設備投資に向けたわけです。そして生産性を引き上げる。でその生産性の範囲内で賃金を引き上げるということをやりましたので、全部がうまくいったんです。ところが依然として、ルールが変わって変動為替相場制度になったので、賃金を低めて国際競争力を強めると、その瞬間に、円が高く上がってしまって何もならないっていうことを何回繰り返してもやらないっていうのは、学者だけの説得じゃなくてですね、全ての社会の転換体験に基づいてる、抜け出せないということだと思います。まあだけどエリートは東大卒業だったしね、年功序列で上がるしね、ずっと同じところで次の事務次官何年入所なんて、こんなことやってる国あると思います？だからそこに信仰ができてるんですよ。だからそこは教育の問題であり、だから私福島の後に書いたんだけど、日本の大学なんて文部科学省の歌舞伎校だって書いたのはそういう意味ですよ、日経にね。だからそういう問題を言う人もいない、歴史的に。だからそういう哲学を言う人もいないし、というところに一番問題があるんじゃないかな。だからディーテールはみんなリスポンシブに説明するんだけど、やっぱり世界がかかってくるビッグピクチャーの中で自分たち何をするかということをもっともっと考えるのは、意外に日本は弱いんですよ。だから弱いところを認識するということはすごく大事だと思う。So the main problem is that the teachers at the University of Tokyo. じゃあ、東大の、先生たちは十分じゃないということですか？いや、私は言ってるのは、誰もが社会の中で何らかの、立場がある、役割があると。で、その役割に応じた責任を負わなければいけないのだと。自分の置かれているポジションで、その必要とされている、この責任を果たさなければいけない。大きな権力を与えられているんであれば、それだけその責任も高くなるということだということを申し上げているんです。アカウンタビリティっていうのは最後の審判で
ってます。やることですよね。それで私たちが歴史に対して責任を持つというのは結果責任であってですね、あの私は何をしてたってのは言い訳にならない。私は戦争に反対したけれども戦争になっちゃった。私は無力だっただけど戦争に なっちゃった。これを繰り返していたらですね、あの未来はないですね。未来に対して私たちの責任の取り方っていうのは結果責任であって、自分が心情の倫理でもってですね、心情的な責任を取るものじゃありません。したがって繰り返し私が申し上げておりますように、私が学んだ時にもうすでに知っていたわけですね、原発その他の欠陥は。にもかかわらず阻止できなかった、これに責任があるので、したがって阻止できなかったこの状況についての責任は全て私たちがおるんだということだと思います。これは共同連帯責任だというふうに理解をしています。いや、これがね、そう思っちゃうんだけど、だけど今世界がこういういろんなガバナンスがグローバルになっている時の日本の価値観だけじゃ済まなくなっているわけじゃないですか。そこでアカウントビリティなんて、これ英語の問題でね、もともとアタウンってか出てるんだけど、その三権分立とかガバナンスとか社会のやっぱりより責任がある権限がある人たちの責任は何かという話で、みんなに責任があるというとね、太平洋戦争の生き残りの証言の8月にやるテレビと同じですよ。私は知ってたかと知ってたけど言えなかったとかね、福島のでもずっと特集があってね、私はその時そうだと思ったんだけど言えなかったって、これ同じことじゃないですか。なぜそうなったのかということを私は問い立ててるわけで、だからみんなが悪いんだっていうんだったらまたそれで済ましちゃうのっていうのは困るんじゃないかなということを言ってるわけですよ。つまりグローバルに見られてる日本のガバナンスっていうのが Still remain mysterious。Thank you. Time is running out, but I think... そろそろ時間がなくなってきたわけでございますけれども、もともとあの先生が記してくださいましたビデオを見まして、東電といたしましてはそこに問題があったけれども何ら対策は取らなかったということでございました。ですので過ちを犯した、まあ、知らなくて過ちを犯した過失ですね。しかしながら理解をしていても行動を取らなかったという人々もいるわけであります。ですので日本はちょっと違うのかもしれません。世界の標準とは、基準とは違うということかもしれません。ですので知ってたとしても行動ができた であったとしても行動を取らなかったということであります。ですので何もしなかった場合には、それは許されてしまうっていう時が日本にはあるような気がいたします。そうでしょうか。だけどできないという前に分かっていたらどうやってやっていくかということをそれぞれが毎日考えてないと、これをやるって言ってなくてどうやるかが大事なんですよ。 What, How you do it is your response。 どういうふうにするどうやってやるかっていうのはね、 That's ultimate your decision なんですよ。 Very, they're the very goodハーバードビジネススクールが出しております、これは、書物でございますけれども大変素晴らしい本だと思います。 Defining Moment というその表題であります。そのマネージャーが、その、左と右の決定を下すということであります。ディシジョンしなくちゃいけない。その時の上に行けば行くほどそのディシジョンがあなたの一生のバリューをねレガシーとして残せるかどうかということのジャッジメントになるんですよ。だからそれは小さいとかいろんなディシジョンあるんだけど、それが CEO になるディシジョン、事務次官のディシジョン、大臣になるディシジョン、日本みたいなヒエラルキーの東京大学の教授になるディシジョン、その時の Your Social Responsibility What is it? That is the question every one of us have to ask. How you do it?どういうふうにやるかということにつきましては考えなければなりません。高齢な教授でございますといろんなことを学ぶことができるわけであります。皆様方のご発言から、やはり日本がなぜこういう状況に置かれているのか理解できたような気がいたします。ですのでこの部屋にいらっしゃる皆様方にとりましても何をしなければいけないのか、そしてそれを言ってそれを行動に移すということが必要であると思うわけであります。フェアではないと思います。日本は
特別な国、特別な国民性があるということは決してないと思います。長年にわたりましてカナダにおいてですけれども、これはまあ森林関係の方々と議論した時であります。まあ、その森林関係の会社の社長と議論したとしたんですけれども、まあ、こういうような森林を伐採している、それに気に食わないんだったらもう法律に遵守してやってるんだから文句言うなというふうに言われたわけであります。ですので社長としての任務はその利益を極大化するということであります。株主のために利益を極大化、それに問題があるんだったら、まあ、訴訟でも何でもしろと言われたわけであります。ですので企業といたしましては営利目的であるわけでありますので、利益を極大化ということをしまして、いろいろ近道を取るわけであります。日本だけの問題ではございません。このインターコネクション、相互に接続している国際的な社会ということでありますので、株主のためだけに利益を極大化しているわけではありません。やはりステークホルダー、世界のステークホルダーが会社を見ている、会社の行動を見ているわけであります。注視しているわけであります。それも忘れてはならないと思います。そしてこの社長ですけれども、私はその利益を極大化するのが上手だというふうに言ったわけでありますけれども、そしてこの私の鈴木ファウンデーションに対しまして巨額な寄付をしてくださったんです。やはりその罪悪感を感じたんだと思います。 Let's hope. 私の希望といたしましては、この部屋の皆様は常にそのデイビッド・スズキさんのおっしゃった社長よりも良い行動を取ることを期待しておりますし、そして黒川先生の理想的な市民に近づくことを期待しております。ですのでより多くのことを知り、そして行動を皆様方取っていただければと思います。では次には日本 自然エネルギー財団の副理事長、末吉様にマイクを渡したいと思います。スピーカーの皆様、そしてトーマス理事長、ありがとうございました。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。それではリビジョン2014エネルギー大転換と日本の進路の閉会にあたりまして、自然エネルギー財団副理事長末吉武次郎よりご挨拶申し上げます。皆さん今日一日お疲れ様でございました。4人の高名な教授のですね、白熱した座談を聞いておりますと、これから私義務として閉会のご挨拶をするわけでありますけど、まるで出来の悪い生徒がですね、先生の前で口頭諮問を受けるような気持ちで今日の私の感想を申し上げたいと思って壇上に上がりました。まず朝9時半からですね、丸々1日お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。さまざまな年齢、さまざまなバックグラウンドを持った、あるいはさまざまな社会のステークホルダーの皆さんがこれだけ多く集まっていただきましたことに改めて感謝申し上げます。それから日本はもちろんですけれども、海外からたくさんのですね、スピーカーの方々来ていただきまして、改めてこの場をお借りしてお礼を申し上げます。私同様、あるいは私以上にですね、今日ご参加の皆様方はさまざまなことを学ばれたのではないかと思います。いや、もうすでに知っていることを改めて再認識したんだと、こういう方もたくさんいらっしゃろうかと思います。いくつか私自身の感じ取ったことを申し上げたいと思っております。まず第一はですね、世界の現実に非常に圧倒されました。これはエリックが数字でこう申しております。2012年末の世界の自然エネルギーの設備能力は全体で480ギガワットだと。これは私の知る限りでは日本の総発電能力の倍にあたります。まあ、こういった非常に大きなものが自然エネルギーとしてすでにそこにあるんだということであります。あるいは中国からのご報告ではですね、発電設備の3割が自然エネルギーである、いや実際に作られた電気の 20% が自然エネルギーによるものなんだと、こういうお話もありました。それからドイツからではですね、2012年の自然エネルギーによる発電は原発13基分だと。
確か全部で17機持って8機をやめて今9機が残っている、その数字からすると13機分という非常に大きな数字であります。こういったことを見ますとですね、自然エネルギーは遠い将来の夢ではなくて、もうすでに今日の明日の現実であると、こういうことを強く感じましたし、自然エネルギーはひ弱なエネルギーソースではないんだと、とてもとてもパワフルなものなんだ、こういったことを改めて感じ取りました。2番目はですね、世界の意欲的な目標に改めて圧倒されました。 EU は2050年までに 80% を再生可能エネルギーに置き換えるんだと、いやデンマークはですね2050年に 100% だと、そういう確かお話でありました。あのサウジですらと申し上げると失礼かもしれませんけど、2032年に23から30% を再生可能エネルギーに置き換えるんだということであります。こう考えますとですね、我々日本が持つ目標もできるだけ増やそうよ、ベストミックスでいいんだといったような曖昧な表現で本当に立ち向かえるのかということであります。明確な数字目標を持って、透明性の中に目標を持って国全体が動いていく、そういうことが必要ではないでしょうか。 The future to be が我々が必要なのではなくて、 The future we want であります。ここに高い目標の裏にあるのは、我々のあるいは人々の強い意志が必要だと思います。ぜひこの意志をみんなで持とうじゃありませんか。次は世界の現実をあまりにも知らなすぎると、さまざまな情報が洪水のように入ってまいりますけれども、本当に我々が知らなきゃいけない情報が全く入ってきていないのではないのか、こういったことを改めて強く感じました。例えばブラッドフォード教授がですね、アメリカの原発のお話をされました。改めて私はたくさんのことを学ばせていただきました。その中で特に私がびっくりしましたのは、原発を保護することは大きな社会的コスト、あるいはオポチュニティコストをかけてんだと。それはエネルギー効率は新しいエネルギーへのコミットメントを阻害するものであるんだ、こういうようなお話でありました。あるいはですね、世界との格差に改めて愕然とする今日の一日でありました。もっとさらに申し上げれば、今日の格差ではなくて、さらに一層拡大化しかねない将来への愕然さであります。例えばトーマスが冒頭こう言いました。世界はすでに自然エネルギーにおいて量が格段に広がってるんだと。その量の拡大がコストをうんと下げ始めてんだ。こういう世界が始まっているにもかかわらず、日本はなぜこれに参加しないんだと。誠に不思議であると。でも不思議で済む話でありますでしょうか。再生可能エネルギーにフェアなオポチュニティを与えようじゃないか。皆さんこういう要求にどうお答えになるでしょうか。あるいはエリックもこう言っておりましたですよね。 Japan is well behind the curve。 日本はカーブの曲線の後ろの立ち寄らないのか、こういうような話でありました。あるいは私改めてですね、エネルギーに関する政策のあり方、どういう政策を持つのか、その政策をどういう形で遂行するのか、そのことの重要性を改めて認識させられました。まあ、これはダンさんが中国の第12次5カ年計画を持ち出しておっしゃっておりました。まあ、中国のお国柄からトップダウンが非常にワークする、そういう世界であるのかもしれませんけども、例えばライナーがですね、こう言ってましたですよね。日本はラックオブポリシーディシジョンだと。政策による決定が決定的に欠けてんだと、こういうことを言われてしまいました。あるいはラーベはですね、まあ、40年前の成功物語を振り返りながら、今の日本をベスティッドインタレストが全てを阻んでいるんだと、こういうようなことを言われております。さらに私が考えましたのは、再生可能エネルギー、エネルギーを考えることは実はエネルギーだけの話ではなくて、経済や社会の在り方を考えることではないのかと。ですからこれから我々はですね、エネルギー問題を専門家に任せてはいけないのであります。我々一般市民の手にそれを取り戻す必要があります。ビジネス任せではダメなのであります。消費者がエネルギー問題の解決に参加しなければなりません。つまりこのことはもう人事ではないのであります。自分事なのであります。
エネルギーを知らないで済むわけにいきません。どうやって我々はエネルギーリテラシーを高めていくのか、このことをもっと真剣に考える必要があります。これはフォトンのマイケルが言っておりました。ゲームが変わったんだと。ジャパンイズプレイングがロングスポーツなんでしょうか。間違ったゲームをプレイしてていいんでしょうか。こういうような話であります。さてエネルギー財団でありますけれども、まもなく我々が活動を始めましたが2年半が経ちます。今日のこの国際会議はこの週の4回目にあたります。その他さまざまな活動をしておりますけれども、我々は次のことを大きな目標に掲げて活動しております。それは一言で申し上げれば、自然エネルギーの普及によって日本のエネルギーシフトを実現したいんだと。エネルギーの大転換を図りたいんだと、同時に日本にエネルギーの民主主義を確立したい、こういうことを強く目指しております。でそのためにはですね、エネルギーを議論するフェアな場を作りたい。フェアな議論があってこそいい結論が生まれるのであります。そう固く信じております。そのためにはですね、我々財団自身が高い専門性を持ち、優れた国際性を持って、それをベースにですね、普遍性のある提言情報提供していく必要があると強く思っております。日本の始まりました再生可能エネルギーを正しいトラックの上に乗せて、正しい自然エネルギーを日本に作っていくんだと、そのためのさまざまな情報発信をしていきたい、こういう努力をしてまいります。ぜひ皆様方もですね、今後とも我々自然エネルギー財団がさまざまな形で提供申し上げます情報について、ぜひアクセスをしていただき、皆様方のそれこそアカウンタビリティを達成するための重要な情報としてご活用いただければと思います。ところで最近少し気がかりなことがあります。それは情報の出し方、情報の使われ方であります。英語でミスインフォメーションってあります。これはどちらかというとかわいい間違った情報であります。でも英語で言うディスインフォメーションというのがあります。これ皆様よくご存知の通りですね、意図的に間違った情報を出すんだと、意図的に正確でない情報を出すんだと、ある結論を得んがために正しい情報も見せながら、でも肝心なところは間違った情報なんだ、場合によっては嘘も入れるんだと、こういった非常に悪い悪意に満ちた情報提供、これをディスインフォメーションと呼ぶそうであります。ぜひ我々はですね、自然エネルギー財団はミスインフォメーションはあってはなりません。でも決してあってならないのはディスインフォメーションだと思います。ぜひ自然エネルギー財団の出すインフォメーションがですね、日本における自然エネルギーの議論に関わるディスインフォメーションを打破してですね、自然エネルギーに関わる間違った神話を崩していきたい、そういう強い信念でこれから活動していきたいと思っております。最後になりましたけれども、あと一月もすれば横浜で IPCC 第5次評価報告書の作業部会第2の発表会があります。これはまあ温暖化のインパクトとかですね、脆弱性についての発表でありますけれども、昨年の9月に発表になりましたワーキンググループ1のまあ科学的知見の発表によりますとですね、温暖化を引き起こした原因は人間であると、人間の行動が温暖化を引き起こしさまざまな被害をもたらし始めてんだと、そういったことについては彼らの言葉でエクストリームリーライクリーという言葉を使っております。彼らの定義によればその可能性は 95% から 100% なんだそうです。ですからこういったことを科学者から言われた我々が何を行動しなきゃいけないのか改めて説明する必要がないかと思います。こういった視点から我々これから引き続き活動を続けてまいりますので、ぜひ皆様方におかれてはですね、さまざまな形で自然エネルギー財団をご支援いただければ大変嬉しく存じます。今日は本当にありがとうございました。それからすいません、フォトセッションが始まりますので、今日ご登壇いただいた方ステージの方にお集まりください。
Thank you. これでフォトセッションを終了いたします。ご登壇いただきました皆様ありがとうございました。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。報道関係者の方は本日のシンポジウムの用紙をお渡しいたしますので、お帰りの際に報道受付にてお受け取りください。なおこちらの用紙は後日自然エネルギー財団ウェブサイトに掲載いたします。本日お忙しい中、長時間にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。以上をもちまして本日のすべてのプログラムを終了させていただきます。最後までご参加いただき誠にありがとうございました。なお本日の発表資料につきましては後日財団のホームページに掲載いたします。またご記入いただきましたアンケート用紙はお帰りの際に出口におりますスタッフにお渡しください。お使いになりました同時通訳レシーバーは会場出入り口にて回収いたします。会場外へ持ち出されませんようお願いいたします。お手回り品お忘れ物などございませんようどうぞ気をつけてお帰りくださいませ。本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございました。